みんな、個性って知ってる？僕のヒーローアカデミアの個性じゃなくて、我々が持ってるような個性、髪型だったり、服装だったり、なんかスプラトゥーンの世界でも、個性を豊かにできるためのこのネームプレートってのが、さっきの動画というか、前にさ、任天堂さんがさ、ゲーム映像を見せてくれたじゃん。あの動画にも出てきたと思うんだけど、なんか、このネームプレートで個性を出せるみたいです。いろんな種類があって、個人的にはこのピンクの、右上のさ、ピンクのやつが好きなんだけど、いろんなのが多分ね、できると思うんですよ。さらにね、ネームプレートの上に、二つなっていう、フェスの時にさ、二つなってあったじゃん。チームにあったんだけど、その時は。チームに二つなったんだけど、今回なんか個人的な、自分のこのネームプレートに、二つなって言われるキャッチコピーをつけることができるようになったみたい。だから、友達とかさ、スプラトゥーンやっててさ、あれこれ知ってる人かな？友達かな？とか、なんか時々わかんなくなっちゃうけど、この個性のネームプレートとか見れば、あ、誰々だ。あ、誰々さんだ。みたいな。俺とマッチングした時に、あ、これ梅チャンネルや。めっちゃ惹かれてるけど今。めっちゃ惹かれてるけど、こういうことが、わかりやすくなる個性がね、つきました。スプラトゥーンの動画さ、もう今日出す予定なかったんだけどさ、こういうの見せられちゃうとさ、もう出しちゃうよね。もうすぐみんなに言いたくなっちゃう。もうね、楽しみです。ということで、なんか一戦縄張りバトルでも行っていきましょう。はい、マッチングしました。モンガラキャンプ場の縄張りバトルです。よろしくお願いします。ということで、キャンプといえばね、バーベキューなんですけど、実は昨日バーベキューで参りました。肉を焼いてません。俺はね、友達のお父さんがね、全部焼いてくれてね、なんか焼きそばとかもくれてね、めっちゃうまかったわ。そう。ということで、本日はモンガラキャンプ場なんですけども、敵は来ていないですね。でもバーベキューって言ったらか、しょっつりこうさんの方がバーベキューじゃあるか味方やられてる。待って、いろんなとこにいる。いや、左からも来てるのか。チャーもおるし、下にもいる。もうやらそう。どっかごごごごご倒した。ちょっと今3人目の前にいたのでびっくりしたわ。結構下がってるね。来てるー。オッケーあともう一人。当たらない。あと一発だったのに、もう。惜しい。ただオールダウンになったぞ。もう味方来てくれたけど、これ大丈夫か？右抜けが怖いな。味方行ってる。あ、抜かれてますね。チャージャーうまいですね。やられちゃったね。ここ乗ってる。いや、クイボやば。クイボ気をつけないとな。あ、ラッキー。これやれそうじゃない？あ、降りてる。ここ。あ、ラッキー。やった。マジで、ここのジェットパックはいいと思う。楽しい。みんな左から行ってるか、味方。一緒に正面から行って。ラッキー！あ、当たらない。これはちょっとね、無理しないようにしよう。やられちゃよくない。うわ、怖い。怖い。ねえ、怖い。怖い。あんまりね、縄張りバトルだからね、抑えてるだけでもいいから。仲間待ってですね。そんなもう無理しすぎてやられないように、やられるのが良くないからさ。こういうの待っておかないと。なんだ、どうしたやられちゃったよ。やべ、一人になっちゃった。ボムが。ボムでやられたんかな、味方も。これ、ジェットパックいっちゃおっか。怖い！マジで、リッターが怖い。ナイス！またいるね。これでもここ押さえてるだけで正直勝てるけど、味方が行くならば俺も行く。うわぁ。スペシャルもうたまんないからな、俺。ジェットパックで行けないんだよな。行くの？待って、行かない方がいいんじゃない？めっちゃ無理やり行くなら俺も行こう。はい、チャージャーに狙われてる。うまい、びっくりした。チャンス。これ濡れるぞ。味方が行くなら俺も行くと。仲間が行かなかったら俺も行かないと。ちゃんと合わせてね。これ二つなつくかな。ほら、OK。これつくか、裏取りのうなみたいな。あ、ここジェットパック歩く。
っけ、歩きのウナみたいな飛ばないジェットパックみたいな、二つのつかないかな。あ、なんか抜けてるな。これ勝った気がする。ね、ありがとうございました。これは勝ってないとね、モンガラキャンプ場、ちょっとよくわかんないですね。うわー、でもネームプレートも楽しみなことが増えちゃったな。